あー危なかった。ダッキーモモの隠れファンだからってなんでこんな思いしなきゃいけないの？ SF ファンタジー集会で誰にも恥ずかしい秘密を知られずにダッキーモモのすごいレアグッズを見つけるなんて至難の業だわ。子供の頃の不安な気持ちすっかり消えた。ダッキーモモに出会ってから大事な友達ずっと頼ってきたよ。ダッキーモモが友達でいてくれた。ちょっと。